どっかにあと車止めて、はい、家電フレンズでーす。どうもー、ね、ついにこの丸松から我々もね出たから。そう、今まで鳴ってた何かはまあ聞こえませんよ。もうそうなんですよ、すごい鳴ってたね、確認したけど。いや、ものすごい面白かった気がするんだよ。なんだろうね、あの後から聞き返すと丸松で何を話してるんだよっていう。多分我々が最初行こうとしたらジョイフルだったらそこまでになってない。そう、ジョイフルそんなに店内 BGM うるさくないから。もうね、この深夜12時ぐらいになって我々は丸松でだべってる。そうそうそう、そうなんだよ、丸松だからね。なんかこうこじゃれたカフェでもなくて、なんだろうね、面白かった。丸松を知らない人からすると丸松って何なんだよって感じになるだろうけども、和風ファミリーレストラン、うん、庶民的なやつだから、ね、洋風な要素ないから、ね、やれ批評家でございみたいな感じで、あの、うん、ライダーをこき下ろしておきながらだよ。あのざまだよ。なんかそこがすごい面白い、自画自賛だけど。で、ハンドスピナーってさ、ああ、なんで片手で回しづらいのかね。そうだね、絶対に持ってない方の手でブルンってやらないといけないからね。なんか回し方みたいなの書いてあったんだよ。ああ片手、そんなわざわざ書いてある。ああ、人差し指をなんかかけてこう高速回転できないから、そうだ、ね、あんまり楽しくない。ジュインっていかないとさ盛り上がんないからね。そう、ハンドスピナーもなんかもうそういう YouTuber 的なネタをやっていけばいいんじゃない、ボブラジでは。そのボブキンと新しい、うん、ハンドスピナーの使い方を考えてみたみたいな、もう 100回ぐらい使われてるネタを、ハンドスピナー回してみた。そうそう、どうもボブキンです、電キンです。もうさ、このまあいいや電キンです、ひと金ですみたいな。まあねっていう、うん、今日はこのハンドスピナーを新しい使い方を考えてみようと思いましてね。ここにこの電子レンジマンを乗っけることによってこのなんか乗り物っぽくなるんですよ。素敵に、ハンドスピナーね。ハンドスピナーをずっと回してるけど、なんか回し始めるとずっと回してるんだよ。ああ、まあそういうもんだよ。まあそうなんだ、そういう受注にハマっちゃってるんだよ。そういう回すやつだよ、ハンドスピナーってのは。なんかね、いやなんかね、今日いわゆるビレバンですよ。皆さん知ってるかわからないですけど、ビレバン代そうですね、だいたいイオンモールの中にある。そうそうそう、そこで僕はハンドスピナーをついに回るゴミを手に入れたんですけど、それいくら、1000円、1300円ぐらい。あ、高いんだけど。600円だから700円で、あ、回って光るゴミが売ってたの。あ、でもあんまりにも色がダサかったから買わなかったんだけど、今考えると回って光るゴミの方が面白かったんじゃないかなみたいな。あ、光るなる。フィンガースピナーって書いてあったけど、すごいね、そのハンドスピナー自体がこうパチモンくせえものなのに、うん、そのパチモンくせえのが出てくるのすごいね。意味がわからないけど面白いっていうポップが書いてあって、ヒカキンの写真とか載ってなかった。ヒカキンの写真はね、あの隣のゲームセンターにめちゃくちゃ貼ってあるよ。なるほど、400万回再生の動画みたいな。動画内でヒカキンもさ、本当はこれ一本入れてもらわないとみたいなこと言ってたね。だからそのぐらい日本全国であのヒカキンの動画の画像というかスクリーンショットが転載されてるっていうことだね。まあね、ヒカキンってやっぱでもそういうやっぱ購買意欲的なものになってるわけじゃん。そうだね、ハンドスピナーが特にね、うん、すごいよね、なんか金を生む
やつだよ、うん、産む機械っていうとなんかまだね、そうなっちゃうから、ね、そういうやつ言ったけどね、うん、キカキンだよ、機械のメカキンやればいい、やってそうだな、もうメカキンはいそうだね、デカキンがいたもんね、デカキンいた、メカキンやればいいんだ、メカキン、あのヒカキンの過去の動画の音声だけ抜き出して、なんかあたかも喋ってるように、そうそう、ボブラジでやろうとしたけどめんどくさくてやってなかったけど、うん、あれ試しにやったっけ、すげえ面白かったんだよ、確かボブロボットね、そうそう、ボブラジのラジオの元々あのザキヤマでやってたやつを再現したやつ、ボブロボット、僕はボブのことを放送でしか知らないから、そのスカイプでしか話してないからあれだけど、そのボブがなんか突然わけのわからないことを言い出したらすごい面白かったっていうのが、たまに会話成立するし、うん、適当な音声抜き出せるやつ、なんかね、そのボブラジボブロボットの話もなんか勝手に YouTube のその動画からランダムで再生して、あなんか流してテストするだけだったから、いや、わしはなんか発音があんまり理解できなかったなっていう話になんかというわけでってなるからさ、面白かったんだけど、メカキンはありだよ、ヒカキンやればいいよ、ヒカキンの動画もいっぱいあるからね、そうどうもヒカキンです、 Today's ヒカキンズボーン、研究のためにヒカキンの動画を見まくってたらもう普通に見る人になってたからさ、 YouTuber の動画言うてあれしか見てないからね、ヒズナ愛をちょこっと見るぐらい、あ人気の、そうそうそう、あー YouTuber 相当見てるよ、あーなんか YouTuber も結局そのさ、あれ事務所に入ってないやつはちょっときな臭い行動しないとダメなのかなっていうのは あーって思うね、なんか難しいよね、うん、事務所に入ったら入ったでさ、なんかこう無難になっていくわけじゃない、好きなことできなくなるよね、それ仕事で受け負ってるわけだし、うん、だからまあ結局 YouTuber 界隈も大変ですねって感じだよね、好きなことで食ってるのも大変だよなーって、好きなことをすることによって命を削ってるからね、ヒカキン君はおかしくなってるよね、すごすぎるよ大丈夫かな、さすがにあの YouTube じゃねえや、まあ、あの動画編集とかをしてどうにかなっちゃってる姿を見るとさ、もうさ何も言えないよ、そのなんか過去にいろいろこう何だお前その動画を出すだけで稼ぎやがってみたいに思ってた人はいくらでもいるわけだけども、あれ見せられるともうグーの音も出ないよ、あれ以来なんかもうみんな頑張ってくれっていう感じになるよね、うん、なんか人を喜ばせて金を稼いでいるみたいな、うん、偉い人だったのね、無人化してるよね、そうそう、最近はだって死にそうだもん、死にそうだよ、ね、顔が大変なのになってる、寝不足だよね、いやでもあれはね、あのヒカキンのことを散々なんだあいつって言っておいてあれだけど、ああそうですね、もうだって電子レンジマンってパロディーとかやって焦げにしてるからねパロディー地球征服してみた、なんつうかな、でもあの顔がこう YouTube に出てくるシステムは良くないじゃん、ああ、うん、YouTuber は結局そのまあ顔を売らなきゃいけないからさ、どうしてもみんな変な顔しなきゃいけないんじゃねえかっていう感じにはまあなったんだろう、わかる、その今ではその仕組みを知ればまあなんとなくね、うん、理解できなくはないんだよ、うん、ただやっぱヘイト集まるよあんな、まあね、まあ僕も最初それで嫌だったからね、結局超嫌だもん、鬱陶しい顔しやがってよニナ、しかもおめえ何千万ともらってんだろおいみたいな、そうそう、まあもらってはいるんだろうけども、もらってはいるだろうけど、うん、もらうに値する職だっていうことがもう最近分かってしまったからね、みんなにとってさ、
どこぞでもやっぱ批判の声が少なくなってきてるからね、いろいろ。だってあのゴミ袋にさ、うん、大量のあの野菜ジュースとかブラックコーヒーみたいなのがさ、うん、入ってるやつ見せられるともうさどうしようもないもん、うん、マジかよってなる。そんなにあれ恐怖だよね。本人的には多分別に何もこう意図とかはないと思うんだけども、うん、それがおかしいんだよね。それは普通だぞ。いやー、僕の一日を紹介します的な確か動画だったけどさ、あれこんなハードな一日なのかよってなる。ハードかつこの大体机に向かってるって。お父さん YouTube は目指すのやめるって言うよ、子供、うん、やめるわそりゃ。 YouTuber、 僕も YouTuber ですけど言ってしまえばこの放送 YouTube にアップロードされてるっていうことは YouTuber ですけど、ヒカキンだよね。まあね、うん、ある種ヒカキン、まあ、ある種ヒカキンだよ。うん、まあね、結局そのだって僕ですらさ、月に数百円は金入ってるからね、YouTube から。すごいよね。ね、もう去年ぐらいまでは月に数千円いってたけども、最近はもう数百円だね。多分ディケイドの動画が出てからもうだいぶ経つから、ディケイドで調べる人も減ってきたからなんじゃねえかな。大体モガンのディケイドなんだよ。エグゼイドの動画撮りゃ人気出んのかな。あ、あれだよ、フート探偵。あ、フート探偵とか、フート探偵ね。その一時期のヒカキンばりに多分ヘイト集まるよ、多分、うん、あの銀魂実写版とかそういうタイトルで撮れば。そうだね、だって電子レンジ版ってそもそもそういう商売だったからね、ニコ動時代は。そうそう、ラキスタ温度とかいう動画でやって。だって俺も、なんだっけな、いないだろうって思うよな。トランジスタラジオマンだかいうのをやったときに、あの、なんだっけ、あのアニメ、カンナギ、カンナギ、カンナギドラマ CD 流出って書いて、流出だったね。流出って流出ってなんで。しかもそれで割と再生数来るんだよね、確か、うん、当時は死ねって来るかな、コメントも。いや、それはごもっともでございますよ。ちょっと一旦なんか回ってどっか行くけど、駐車場止めるとお金がね。ああ、確かに。いやー、ラキスタだったもんな、当時の最新アニメ。そう、カンナギか。カンナギ、カンナギ、カンナギラキスタだ。カンナギが2008年でちょうど電子エンジンをやってる時期だからね。カンナギ見てなかったけどね。そうなんですよ、見たことないんですもん。見てないけど、流行ってるからっていうだけだからね、あれ。ものすごい被害を被ってるだけだよね、カンナギは。サムネイル画像ちゃんとカンナギの画像適当に拾ってきたの貼って、うん、流出流出、おめえもうちょっとさでっちゃげるに してもさ、ドラマ CD 流出で、なんだっけな、あのショッカーのテーマが、あ、ショッカーじゃない、1号の仮面ライダー1号のあのタイトル、あ、じゃーん、そうそうそう、あれがとって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 れてってれてつって、カンナギのオープニングの途中でバーンつって完全に煽ってるよね。怪奇なんとか、まああのホモの動画とかみたいなもんだよね。今で言う、そうだね。似たようなもんで。じゃあ、マジか。全然関係ない動画と思ったらブライガーでしたみたいな。そういうやつ。あれもな。なんか釣られてるのに得する動画とかあるから、うん、なんだっけ、この前ニゴ動であったあのやつがなんか全然関係ないやつかと思いきや、ドラえもんのお料理教室みたいなやつだったなみたいな。ドラえもんのそのビデオだと思うんだけど、子供なんだけど、実写パートでその先生が料理を教えてくれるんだけど、うん、先生が信代だった。なるほどね。なるほどと。ああ、ドラちゃん元気とか言ってたよ。元気です。
信代さんとなんだこれ。ボブラジオ最近聞いてないから何とも言えないんだけど、うん、こういう低級クオリティのモノマネとかやったりするの？あーどうかな、するときはするかな。もうくんないもんね、そんな。もう今更言うの超恥ずかしいんだよね僕ドラえもんですってさ。そんな本編で言うわけでもないでしょ、うん、あのまあ、CM とかで言うペペペペペってなってるときに、うん、こんにちは、まあね、あの予告だよね、うん、楽しみに待っててねっていう、全然あのね、なんかこれ皆さん放送聞いてる人は分かってくれるか分かんないんだけど、うん、なんかモノマネのクオリティが年取るにつれてなんかどんどん低くなっていくっていうか、うん、記憶薄れてんのかな、怖いよね、うん、ドラえもんもう12年ぐらい経っちゃってるからさ、そうそうそう、ちょっとわさびに寄りそうになるんだよね。そうそう、でもどっちにも似てないフリッツフリッツココスのつつココスのつつみやけんフリノフリノトラトラニングミスだよジャイアンジャイアン、声だめに落ちてるんじゃないよジャイアン。俺は声だめに落ちてないってクラフィーだよそれジャイアンも俺ドラえもん本編さっき見てないから、うん、新しいジャイアンの真似ができなくなって、おいのびちゃん、のびちゃん、おいのびちゃん、ベーコンばっかり拾ってんじゃねえよのびちゃん、ベーコンって言ってもうグーフィーだもんなんかね、今更になって声変わりが多少あるのかなみたいな、うん、のびちゃんドラえもん、一時期あのガロの、ま、マドーリンザルバっての指輪のやつ、ね、影山博信のやつ、あれのモノマネを一人でやってクスクス笑ってるのがあったんだけど、なんかねタバコ吸うようになってからかな、なんか突然声が出なくなって自分で一人でショック受けてちょっと困ったことがあったよねそこら辺の徐々に取れた、なんとかなかんとかだから、おうおう、あれだろお前、お前変身だろお前みたいなやつ、うん、なんか冒頭で出てきてなんか喋ってるやつ、ね、オープニングで喋るやつ、なんかいい感じのことが起こったんだ、うわお前なんかお前知ってっかお前みたいな、肉ってのはベーコンの味みたいだぜ、そうそう、現時点でお前のも似てるからね似てるって言ったら多分ファンが怒るんだろう、ね、ガロファンにぶち殺されちゃう、ザンバ剣で切られるわけですよ、うん、パチンコ、ね、ガロの知識はあの映画一本だからね、僕はパチンコとあとテレビで夜中やってたレッドレクイエム、ね、あ、そう、それを映画館に見に行ったんだよ、見に行ったの、見に行ったの、当時ちゃんと、マジか、確か R15 してるみたいなやつだと思うけど、なんかわざわざ行ったからね、本編一切見てないのに行ったからね、うん、やってるから、ね、テレビで見てても割とあのきつかったんだよ、3回ぐらい編集したかな、なんか演技がきついんだよ、あんま話なかったよね確か、レッドレグイン、うん、なんか、うん、とりあえず、まあ、戦いましたよみたいな内容だった、最後でかい女が出てきて倒しましたね、あれテレビでやれんの、深夜だからいいのか、あの宮城って時々わけのわからない番組を夜中に、あ、いいんだって感じで放送するから、あの映画とかね突然峰藤子という女とか、あ、一挙放送したりするから、せんで一挙放送好きだよね、獣フレンズもだけどさ、あの突然墓場鬼太郎をやりだすとか、あ、やったね、急にやってたよね、うん、なんか放送から5年ぐらい経って急にやってたよね、うん、なんで、なんで、あ、鬼太郎だからやるのかみたいな、なんなのそれはみたいな、宇宙戦艦ヤマトやりだした時あったよ2011年ぐらいに急に、あ、突然、あれは違うか、あのドラマのベムがやるから夜中に普通のベムを放送しまくるやつ、ああやってたかな、やってた、時々やってたよ、あれ夜中に普通のベムやってて、でもやっぱり憂鬱な気持ちになるよ、夜にあんま見たくない、怖いというか嫌な感じになるからね、ベム弱えなこいつみたいなのは初めて分かったけど、ベムそんな強くないしね、ベム弱いんよ、いかにもこう
強いのかなみたいな。強そうだけどね。結構なんか普通にやられてうわーってなる。でもまあウルトラマンみたいなもんだからね、うん、そのベロの話だからね、うん、基本的にはね。ベラとかの方が強いん、うん、ガローだわ。だからやってよかったんだろうね、放送的には。父とかもたまに出てたけど、ああガローならではの、ガロどうでもいい感じで父が出てくるやつ。ああガローまさかこんなに続くとは思わなかったけどね、まだやってるもんね、新作とか。やっぱパチンコがでかかったんじゃない。ああそうだね、パチンコがしてなかったら絶対やってないよね。うん、あれゴーライガンってさパチンコになってたよね。出ましたよ。ああ、あれはやんないのかね。あれも似たようなもんなんじゃない。やらないんじゃない。あれはパチンコは売れなかったの。うん、ああ、あんまりスペックっつってもなんか、ああ、あの中身がそんなにいい感じじゃなかったの。みんなも儲けられないかなっていうか、あんまり面白みを感じるような台じゃなかったから。ガロその辺評判良かったよね確か。ガロはなんか、うん、よくお金が稼げるような台だったから。じゃあみんな DVD も買うよね。そうやっぱかっこよさもあるじゃない、ガロ。オーライガンってそういう話じゃない。そうだね、金色じゃないしね。オーライガンうちに確かあの放送全部撮ったブルーレイあるんだけど一回も見てないよ。それオーライガンはなんか結構ネタ寄りだったから。そうだね、なんかガローファンにはウケなかったっていうか、なんだよこれってなってたから。ああうん、なんかゴーライガンは多分もうやらないんじゃないかな。ああなんかまだパチンコになるやつとかないのかね、ヒーローの。あウルトラマンゼロとかやったんだっけ。やりましたよ。ああれはもうぶよくゼロパチンコにしたよね。しかしゼロだからいいのか逆に。ゼロダイナーコスモスっていうサーガじゃん。サーガだよ。あーサーガ出んのじゃあ。出る、あたまに出る、外れる。あおめえ何なんだよっていうか、もう、うん、全てにヘイトが集まっていく台だったから。あ評判悪かったんだよ。ちなみにそのウルトラマンゼロのパチンコが出た時って、ああパチンコ台でゼロっていう台が 3機種出たのかな。なるほど。そのガロのスピンオフのゼロっていう、ああいるね、なるほど、絶郎って書くやつのゼロ、うん、ウルトラマンゼロ、まあ、ウルトラバトル列伝って台だったんだけど、あとバイオハザードゼロっていうのが出た。全部微妙だったんだよ。なるほど、うん、ゼロ合戦の割に。なんでそこを貼ったのかわからないけど微妙だったんだよ。おそ松さんの台はもう出てるのあれ。出ましたよ。出た、あの何もないやつ。何にもないやつ、うん、だから時々あれやってないの。僕はやらなかったです。ああ残念。だって俺さ隣とかで台適当に打っててさ、うん、突然おそ松さん俺見てないから誰の声か分かんないけど、うん、なんか闇が見えるみたいなことを言うわけ。突然声だけ聞こえてくんの。なんとかなってお前、なんとかなんとかだろお前みたいな、うん、声だけボーンって聞こえてくるわけ。画面がないからなぜか分からないけど。そうだね。なぜかおそ松さんっていう優秀なそのあれを使っておきながら、画面ないからね、あれドラム機っていうバカじゃないかっていう台だったんだけど。ああ、まあ、それともね微妙だったんですよ。2機やるからまたパチンコ出んじゃん。どうなんだろうね。つかグッズ売れんのかな今もう。ああ、まあ、余ってるもんね、おそばさんのグッズ。コンビニとかにたまにあんじゃん、もう 50% セールのところにさ。ああ、トドマツがどうのこうのみたいな。おそ松もね見ると面白いんだけどさ、やっぱり、うん、ただまあグッズはいらないかな、うん、まあ、僕もともとアニメのグッズとか買わないけどもね。そんなに
チンコか、うん、パチンコがする判件もね、もう出尽くした感はあるよ。ケモノフレンズだ。まだ出ないかな。でもケモノフレンズはね、なんか CR ケモノフレンズ出さないんじゃないかな、イメージ尊重みたいな。さっきギルティクラウンドが出たからな。ケロロ軍曹も出たよね。出ました。じゃあいけんじゃない、ケモノフレンズ CR。 俺あのケロロ軍曹で疑問に思うのは、パロディネタ絶対にやれねえのに。ああ、そうだね。どうするんだろうみたいな。ケロロ単独で出られてもね、ギャグにそのネタ要素とかなし、うん、そんな面白くないよね、確かに。どうすんのどうすんだよって思って、まあまだ手つけてないんですけど。パチンコ屋に行ってケロロ軍曹に会いたいがね。それ言ったらまあ全部何でもあれになっちゃうから、うん、そうそう。今度ね、渡る世間は鬼ばかりのパチンコが出るんで。いいね。どうなる。あ、一応そういえば宣伝ですよ。僕もパチンコ業界にね、貢献したいので、ねうん、船越英一郎が出てる火曜サスペンス劇場2も絶賛稼働中ですよ。いいね。あれはね、なんかあんまり台が面白くなかった。あの1はね、すごいパチンコ面白かった。すごい面白かったの。船越ね。船越が出てくるやつ。片平渚と一緒に出てくるの。今週のヘボットもそういう話だった。このタイミングで。素晴らしいタイミングだったね。船虫が出てくる。済ましたのかな。船虫が出てくる。なんかね。いやもうないんじゃないかな。判件で向いてるような台。あでも今さらリリカルなのかとか出てきたからね、パチンコ。今だよ。面白くなかった。もうなんかやり尽くしてるのに、まだアニメもいっぱいやってるもんね。そうリリカルなのはって。見たことないんだけど。僕もあんま見てない。あんまりな、見ないもんね。ね、題材はだからあんまり。軽音だ軽音。いやだから。京アニもやっちゃうんじゃない。もう ラキスタやっちゃういつか。春日あるから。春日あるもんね、うん、ラキスタのパチンコつまんなそうだけどね。あれ考えてみるとさ、パロディネタやれねえんだよな。そうか。あ、やれなくはないけど、まあでもラキスタならまだチョココロネ食ってりゃいいからいいんじゃない。チョココロネのなんか上下どっちから食うっつう話のリーチ。そう、ここでボタンを連打、やっぱりコロネは嫌いだからやめたっつって767みたいな数字が。アニメ店長出せねえんだ。あ、出せねえですね。出せ、アニメ店長出せないから難しいね。アニメイトに行くネタも使えないんだね。ゲマズに行こうみたいなやつもダメじゃん。できない。できない。よ、割と覚えてるんだよな、軽音でラキスターは。白石みのるとあいつが出てくる。ああ、やりそうですね。やつあるやつだ。やりそう。なんかのなんかリーチですよ。ゴゴゴゴゴゴゴ外れ。お、またラッキーみたいな。去っていっちゃう。ラッキーっつったんだから当てろよお前みたいな感じで、おっさんに歌いが叩かれるみたいな。あのカラオケね。カラオケ大変じゃん。あ、出せねえじゃん。あの京アニの歌しか出さないんじゃん。いや、今日多分ね、そこつながりも出せるかな。ラギスタの歌しかないんだ。じゃあミノルの歌。あ、ダメじゃん。ミノルの歌。あ、まあミノルの歌はいけんのか。いけるいける。ミノルの歌新曲で出してくんじゃない。一回愛を取り戻せと歌ってた時あったよね。あったね。あったあった。なんでだろう。まあいいわ。あ、ジャムが持ってったうんたらってのあったから あれ使えばいいんじゃない。ジャム今パチンコ屋で人気だもん。まあそうだろうね。スーパーロボット大戦の台とかもジャムの歌ずっとかかりっぱなしだから、うるせえのなんのってさ。当たってねえのにずっとうわー、もったもったボガーンみたいに言ってるから、もったもったもったうるせえっつのって。でも大人気だからね、ジャム。ジャムね。ゲッターロボとか出てんだよね。出てんの。パチンコゲッターロボ出てない。昔出たらしいんだけど、逆にコンバトラー V が出てるのにゲッターロボーとかマジンガー Z とか出ないのがあんまり、うん、ダイナミックがダメなのかな。でもデビルマンとか出てない。デビルマンは結構出てる。デビルマンは最近
まあ最近いつも1、2年前だけど、それでも出てたから。そうだよね。マジンガーはダメなんだ。なんか、たまにあったの。たまに出してたらしい、昔ね。ああ。うん、多分。ボルテスは出さないのかね。コンバトラー V に関しては、すごい面白い台だったらしくて、あ、まあ俺も少し打ってたんだけど、あ、当たったことはなかったけど。コンバトラーを受けたのにボルテスには行かないんだ。あんまロボがかっこよくないからダメなのかな。でもボルテスダメかな。なんか単純明快な感じないもんね、ボルテス。お前ガルーダみたいな感じでいつもガルーダとナムミで戦うリッチみたいになって、あとなんとか重蔵が、キート山田だっけ、あれ、ああ、キート山田が、あの銃で UFO を狙って外してなんでやっていうリーチとか、あとなんか千鶴だっけ、あれ、千鶴だけ声がなんか違うから、なんかすごい棒なんだよ。こっちよっつって来るの。なんか海の中潜ってって千鶴に会えば大当たりみたいな。なるほど。で野沢雅子も出てるんだけど、あのロボね、カエルの役とかも出てる。カエルね、カエルのやつね。ボタンを押すとケロ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 って言うから、うるせえなって野沢雅子の声ってね、結構パチンコの中でよく通るのね。結構うるさい。ドラゴンボールってパチンコになってないんじゃない？あれはもう CG がないから、もともと人気だからね、うん、ワンピースも CR ワンピース、海賊をボーナスに俺はなるみたいな。そうそうそう。いやもうルフィの探せ、そこにリーチを置いてきた。リーチ、三刀流リーチある。そうそうそう、三刀流で切って揃ったら当たりみたいなやつで、そのリーチアップで1本2本3本どれで使うかみたいな、ペペ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 ペ1本かよみたいなやつ。何でもパチンコ、ワンピースの知識があまりないのにワンピースのパチンコを考えるの難しい。そうそう、俺が何だっけ、お前に勝てる、田中真由美の張った声が出せないから、なんかでもエース腕がみたいな、エースじゃねえ、あいつなんだっけ、あの親父みたいなやつ、あいつね、髪赤いやつ、そうそうそう、そう、シャンクス、腕もげちゃった人、そう、腕もげちゃった人、なんかそういうリーチでなんかねやればいいじゃん、感動どころじゃない、やっぱりもげた腕が揃ったら終わり。腕がもげなければ、やばい、腕もげるもげるもげる、ブチン腕が殺されるよ。まあ、でも世界名作以上のパチンコもあったからさ、出ましたから、あれはちゃんと、なんだっけ、ネロ死んだら当たりだっけ、ネロ昇天リーチね。ひどいやつ。それみんな考えるからさ、同じことみんな考えると思うんだけどさ、やらないよね普通はっていう、やっちまったから評判が悪かったの、ネロ昇天リーチ。似たような話で結構笑い話でできるんだけど、冬のソナタのパチンコが、まあ、結構シリーズ出てて、この間、まあ、結構前にファイナルっていうのが台出て、そのファイナルって台でなんか大当たりではないけど、なんかチャンスモードに行く演出みたいなのがあって、そのチャンスモードの名前が緊急入院モードっていうやつなの。で、緊急入院っていうからにはなんか病気で倒れるのかなみたいな。だけどまあ冬のソナタ本編見たことないからなんだけど、まあ、ペ・ヨンジュン演じるチュンさんっていう、あいつと、あとな彼女が、道路で、あっつって会おうとするんだけど、そこにトラックが走ってくるのね。で、そこで女の子をドーンって押して、ペ・ヨンジュンが、ペ・ヨンジュンはチュンさん、チュンさんって言って、ボタンを押せってドーンって出てきて、当たるとバーンって引かれて、そのまま救急車に運ばれてって、意識不明の重体になるわけ。そうすると、まあ当たりなわけですよ。チャンスモードに入るわけ。まあ当たってるもんね。死ね死ねって祈るわけ、おばちゃんが。それまでチュンさん、ペヨンジュンがイケメンね、かっこいいわ、つってのに、死ね死ねって念じるっていう、相当素敵なのがあってさ、あれかっこよかった。
いいよ、ね、あれはね、そういうのやるべき。そう、ボブラジの企画でなんかこうパチンコ化するならみたいなやつをやればいいんだよ。なんかクソ、なんかこうまだしてない題材、クソっつっちゃったけどジョジョのパチンコだと、もうね絶対もうなんか考えうる中でも最悪だよ、ね、ジョジョのパチンコで、ラックの剣、ラックの剣に P が書いてあったら大当たり。いいね。やべえ、あ、落ちちゃったよ P の血の字が。ベーン。なんで外れただーっつって。明日ってっつって。時間がカレンダーがなんか移動しまくって。今か昨日か明日か今さ大当たりみたいなね。一部。明日モード突入っつって。ジョーみたいになってね。シエルジョーあんだっけ？あります。ある。2台だ。ああそうだよ。さすがにあるよ。ジョーのリーチは結構、あの西がそのああ引退する時にその最後にジョーにスパーリングやってくれやっていう。わいはそんなジョーに一緒にスパーリング最後にやってほしいんやつって。お前でも手痛めるだろう西っつって。いやでもやってほしいんやつってやって、本来なら最後にだ西やられてダウンしちゃうんだけど、最後にいやこのジョーのパンチは本物やでっつって、ああ単元チームは永久に不滅やって言うんだけど、 あのリーチが外れるとそのまま倒れて死ぬのよ。うっつって西っつって、ああ、なんでもありだね。あとはその陽子の告白が失敗するとか、ああいいね、面白いね。バリヒンって画面割れて終わりみたいな。なんだろうな、パチンコのやつ。パチンコになってないもん。北斗なってるもんな、うん、筋肉マンもなってるしな。メジャーどころはならないやつもある。 NHK はならないでしょ多分、うん、CR おじゃる丸。いや見てえな、欲しいな、やりてえな。やんごとなきなんとかみたいな。CR おじゃる丸。やんごとなき、東廃じゃなくて。なんでマジになっちゃう。やんごとなき。いやなんか、パチンコ機みたいな。絶対面白いよおじゃる丸のやつ。プリン入ってるか入ってないかとかあるよね、冷蔵庫の中に。リーチ開始時の音、デレ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 、ベーンベーンって奥から数字がドーンってデレってつって、五と四とかだとそのまますぐ夢を描いて、超大当たりみたいになるとなーなーなー、あれ熱いからね。で始まるよ、きた、尺が揃うとあの歌始まるね、盛り上がるよ俺。ハズリです、金ちゃん金ちゃんとか金ちゃん散々おられて、これなんでこの出番よみたいな、残念です、見て笑えっつって言われてんだけど、なんかおっさんとかもう笑ってられっかみたいな、台叩かれるみたいな。まあ高2メラは多分揃ったらなんか当たりみたいなやつ。高2メラは多分メインでなんかあの高2モード、そうしょっちゅうしょっちゅう出てくる、ポコポコ出てきて、中島、わしの尺がないんじゃがーとか言って、わし、バロだよ。わしの尺がないんじゃがーつってボタン押すと、なんか俺たちが取ったでこすんってなって、なんかそうリーチ発展するみたいな。エボシの中に入ったりもする。そうだね、おじゃる丸ありだよね。面白いと思うよCR おじゃる丸は。あの一応北斗の拳とかも、あの、ああ一応アニメのパチンコ化じゃなくて漫画のパチンコ化にしてるから、ああそうだ、ね、でも原作の漫画あるんでしょ。ああ確かおじゃる丸もともと原作はいるよね、うん、死んじゃった人がね、犬丸凛だったかな。ああ原作版で出すんだ。そうそうそう、漫画か何かのおじゃる丸。ザッキーです。あっぱれおじゃるさん。見事筋を揃えました。
揃えまして、おじゃるますみたいなやつ。おじゃるくん、おじゃるくん、数字が揃ってるよ。なんでそれだけ似てんの。なかなかいいね、カズマ。右に回してハンドルを右に回すんだよ。私なんか漫画描いてるだけなのに数字を揃えられるなんて。ロマンチック、違いますね。ロマンチCR スーパーミルクちゃんを出してほしいとこだけどね。大谷リーチ、うん、途中でファービー出てきたらやっぱもう熱い。いい加減にするのはお前の方だ、大谷。タイヤ4兄弟リーチ、どっちかによるよね。最後の音が、まあ、まあまあの通例語か、誰だお前、になるか。いいな、なんでもあるの。はい、なんとかです、なんつってな、わわわわ、渡す渡す。大統領の電話がかかってくるやつは絶対あるよ。あ、ギバちゃんだ、ギバちゃんでしょ、つってギバちゃんの真似させるやつもいろいろ考えてもね、スーパーミルクちゃんがいっぱいネタが出てくるから、うん、なんだろうなと思って。はなかっぱかな。つまんないな、はなかっぱのパチンコ絶対。はんははん、はちはちはち、大当たり、やったー。数字が、もう、でも、はなかっぱ見てねえから、俺、多分もう、何の真似もできないよ、俺、はなかっぱ。すごいな、数字が揃ったぞ。アギルチアン。春夏秋冬朝昼、バーン。バーンって、数字見る。七を揃えるってか。照れますね。照れますね。数字が揃うなんて照れますよ。すごすぎる。はなかっぱつまんねえな。うん、あの毒にも薬にもなんだから。そうなの。だから続いてるんだろうけど、うん。全然面白くない。なんであいはなかっぱが納豆になってるのかよくわかんない。俺あのスーパーに行くとはなかっぱ納豆で出てるのよ。あ、そう。うん、コラボ商品で。何なんだお前はって。豆なのに。多分はなかっぱはその歌とかも歯磨きしようとかそういうノリながら、そう、なんか子供納豆あんま好きじゃないやつもいるだろうから食べてねってことなんじゃない。クリーンなキャラクター性が受けてるわけで、ああ、それをパチンコしたらもう大変。そんなことっておじゃる丸だね。CR NHK 系のパチンコ見たいけどね、いっぱい。 NHK 系は全部面白いと思うよ。 CR ガキフゲ55銀河軍グーチョコランタンでもいいしさ、ケチャップでもいい。ケチャップいいね。ケチャップ NHK っつっていいのか分かんないけど、ケチャップを覚えてる人がどのくらいいるのかもよく分かんないから、ね、あの懐かしのケチャップが帰ってきた。誰がそんなにさケチャップを求めて。20年ぐらい前にはもうやんなくなってるケチャップをね。行こうぜ我らの、なんとかだ、数字が揃ったぞ。手柄をこう横取りされそうになるけど、あの青いやつにね。そう、あの結果あの主役のあいつ、あいつケチャップっつうの。いや、あいつピクルスだよ、黄色は。、うん、主役がなんか氷のレストランを作ろうとしてて、ああ、いやオーナーに黙って氷のレストランを取るんだけど、ああ作るんだけど、青いやつに手柄を横取りされんの。ああ、なんだけど氷のレストランを店開けると水浸しになっても溶けちゃうから、ああオーナーに怒られるのは青いやつっていう。なるほど。っていうリーチを。ああ、てか俺ケチャップで覚えてるのそこしかないもん。残飯漁ってるシーンしか覚えてないの。なんで漁ってたのか覚えてないし、残飯漁ってるからあったよ。なんか NHK はね、大きくそういうのパチンコ化したらね、面白い題材いっぱいあるよ。ああ、わけわかんないやつね。シャオプくんつって、クインテッタやり放題だよ。だって歌流してりゃいいんだもん、うん、ただ今考え中早く知ってちょうだい。大当たりになるとクラシック音楽がいい感じに流れるから盛り上がるだろうし、うん、外れるとあもうなんか煽ってんのか何なのかわかんないけど、目は怒ってるの歌が流れるとか。オーラ大変だーつって、シャープ
ハンドルを右に回してください。ここはハンドルを右に回すんです。違います、ハンドルは右に回すんですよ。シャープか。そんなこと言ったって、みたいな。数字が揃ってないじゃないですか。なんだろうね、そのパチンコのいつものフレーズみたいなやつがやっぱりその NHK のその決まり文句的なやつにすごい合ってるから、うん、やりやすいと思うよ。てかあの絶対に NHK ってならないじゃんパチンコに。ならない。それをなんかこうパチンコのセリフを言わせるっていうのがすごい冒涜的で面白いんだよ。いや普段言わないことを言わせるのって面白いじゃん、あれ。そういうことだよね。体操のお兄さんとかパチンコの話したら面白いもんね。あと糸を揃うよ、うん、あいいうんてってってってほらハンドルを右に回してっ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 てみたいな。あー面白いもんね。いいな。多分映像そのままでいいもんね。あれも子供たちが回ってるやつで、あのね、パチンコで子供の顔使えないから。ぼかされたりする。そう、あの AKB のパチンコとかで、あのそう、未成年メンバーぼかされたりする。ぼかされたり、いないことにされたりとか。あとなんかね、恋するフォーチュンクッキーっていう歌があるんだけど、ああ、ね、それの PV っていろんな街でやってんだけど、サザエさんとやってた。そう、契約してない人、一般のエキストラだと顔全部モザイクかかるのよ。映像を使うのに。そうだから、バレエをやってる子供たちの顔とかが全部ないの。多分にこやかに、なんか将来の夢バレエとかやってる顔のところがモザイクになってるから怖いの。それいいね。ただプロレスラーのあの新日本プロレスのあのケニーオメガとかその辺の選手とかは顔モザイクがかかんない。そうなるんだじゃん、NHK でやったら。そうそう。厳しいな、NHK 子供ばっかり出てくるんだよ。あ、ハッチポッチステーションはもう問題なくやれる。何も問題ないね。でで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 、そのままで。デトロイトメタルシティの替え歌でなんかこう、このリーチ、あ、なんか全然歌に合わなかった。このリーチ、このリーチ熱いの、なんだか熱い、ワオ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 、フフみたいなやつ。ああ、洋楽の権利取らなきゃいけないね。なんかね、洋楽の権利って割と安く、なんかね、ば、あの、な、うーん、なんつったっけ、あの、バーンとか、あの辺の曲がなんか割とよく使われてるのと、ああ、いけんじゃねえかな。ハッチポッチ。あのブルーハーツとかの楽曲は高いからカバーとかになったりするわけ。あのカイジのパチンコってブルーハーツの楽曲がよく使われるんだけど、全部違う人歌ってる。ビートルズあたりもやばいんだろうね。じゃあやばいだろう。ジョジョのアニメで使えなかったらしいから。そうか。NHKの CR つまんなそうだな。なんかプッポーン、リーチ外れたらその落ちの時のあのなんかずっこけてプーンプーンッとポポポポンみたいな音鳴って、ああ子供の歌よりも全部重さいから。そうだ、子供の歌より、子供じゃないやつの歌よりだけそのまま流れるんだね。さらし上げだよね。ああちゃんだな。あ、もうあいつだ、キリマルなんかもうパチンコ貸す前提のキャラクターでしょ、もう。そうだよね。銭に行こう、銭に、出玉出玉っつって。出玉出玉出玉。ああ、いけるね。土井先生にさ、あの大のシステムとか解説させてさ、てってってってでれってってみたいな曲、この台はこうすればいいんだ、数字が揃ったら右打ち。そうするとカウンターで景品と交換できる。景品とね、景品とね、景品と交換できるぞ。景品景品。お金じゃまずいの、景品景品なら交換しないから。意味深な景品と交換してんだろうね、不思議な形のやつと。
ボールペンとかね。ボールペンとか。謎のボールペンとか。あの謎の、なんかメダルみたいな何かとかと、変な紙とかと交換してる。数え天狗に、あの、現在の手玉、出玉。数え天狗に。数えさせて。で、マネコピーナッツで、あの、ああ真ん中の図柄を真似できたら大当たりとか。やりたい放題だね。そうそうそう。数え天狗だけでいけるもん、シリアル。数え天狗第1個作れるもんね。シリーズで作れるよ。シリアル、数え天狗。ゴッチャだかガッチャだかでも作れるもんね。ああ数え天狗いけるな。 CR お母さんと一緒。早く CR ズブル出せよって話ですよ。ズブルズは全然ズブルズはもともと弾ですから。そう、何にも問題ないよ。子供のキャラクターはいっぱい出てくるけども、キャラクターだし、別に色の塗り間違いのが別にどうでもいいし。CR ズブルズやっぱアニメ版でやるだろうから、ああやっぱクマンパが切り札になるよ。ああデロロだ。そうだ、デロロ、デロロが成功した場合、上からホーホーホーってギミックでガシャーンってクマンパが押してる。全然ありだよ、ありだよ、あのサイケな造形物のクマンパ出てきたらいいもん、うん。なんぞ困りですかな、もしこのリーチ当たってくれないのみたいな。そういう時は右打ちにするといいぞな。素直に諦めるのも大事ぞなーっつって。お答えは。偽クマンパだった場合みたいな。外れ偽クマンパ。君のいい銀行で貯金して得たお金でまた打つといいぞな。こんなことクマンパは言わない。右打ちとか言うんでしょクマンパ。右打ちとかもし何のお答えでもなく、もう右打ちだよ。万能の答えだよね。右打ち、数字が揃った場合は右打ちのな。ヒントでも何でもないもん。そういうルール、そういうルールを守ってほしいっていう。右打ち誰に言わせるかだけでもう面白いもん、これ。数字が7、6、7とかで、わあ外れたってなった後に、ああ最悪だっつって、あのキャンディファクトリーにぶち込んで、こう真ん中の図柄をね、復活演出とかいろいろあるじゃないですか。いろいろ NHK、いやズブルさん NHK じゃないですか。テレ東ですけど、やれるよ。来てるとかね、だから今パチンコ業界なんかね、今下火になってますけど、題材によっちゃもう復活できますよ、ね、あの素敵な景品と交換できるし、ね、作って遊ぼうとかね。作るんだよ当然。このガムテープでペタペタ4、あー4が2つ揃ったね。真ん中の4はどうするの。これをセロテープでペタリ、でもセロテープじゃ弱いよねっつってバーンって外れるみたいな。でいっつもあのワクワクさんのゲームで負けるそういうゴロリが勝てば当たりみたいな。ゴロネちゃん、ゴロネちゃんが具現化すれば、ゴロネちゃん多分もうなんか予算で CG 化してるかもしんない。いや、してる可能性はあるよ。ハサミチョキチョキチョキっつうのも全部ちゃんとやってくれっかもしんないから、クオリティの高い新規映像。ワクワクさん、うわちょっと待って、あのね、なんかあとやってねえのがあるかな。英語で遊ぼうとか絶対クソつまんない。日本語で遊ぼうとかも、あもうなんかもうあいつが全部混ぜてやるしかないよね、うん、単品じゃきついよ。そういえば英語で遊ぼう、今あの厚切りジェイソンになってたよ。あそうなの、うん、あまあ、でもしかもちゃんとした英語の発音とかを学ぶ番組に今なってて、あまともになってる。いいんじゃないもん、うん、それで、まあ、超つまんなかったもん、ね、なんかただ英語を垂れ流してるだけみたいな、うん、あのケボとモッチ、
んなんだよ。なんであいつら5、6年ぐらい座ってたんだろう。ワーオフォーハンドルゴーゴーライトゴーライト。ゼンマイ侍早く出せよ大王。CR ゼンマイ侍団子だしね、団子形の時点でもうあれパチンコ化を予言してるわけだから。そうだね、うん、必勝団子券も、もう必勝団子券はもうチャンスなわけですよ、うん、七色団子券があるわけですから。そうだ、それもレインボーだからもう大当たりですよ、うん、大当たり。ゼニマルじゃなくて、なんかゼニミニマルじゃなくてゼニザイモンみたいなやつ。ナメザイモン、ナメザイモンね、あの金持ちの方。そうそうそう、私はアントワリアンス、曲げを曲げ振り回してなんか数字を飛ばしてですね、叩き壊すみたいな。いやいや、いろいろやっておくべきですよ、やれるべき時に。足の金で、数字を変えるでやんす。金が全てでやんすから。オイラのゼンマイキコキコしちゃうぞ。オイラのレバーをキコキコしちゃうぞ。スロットかも。もうできますよ。いきます、いきます。連打で。そうそう。キコキコボタンを押せ。ボタン連打で、ゼンマイを回せやつ。リーチ外れると、ゼンマイ逆回転して死ぬみたいな。いいね。CR。腹筋アイドル。アイマイマイ。当時のマインちゃんは子供だから顔がモザイク。そうだ。だから今の新規映像のいい年してあの格好してるやつは出せるのかもしれない。出せないかな。まあ未成年だな多分。ダメだわ。なんかすげえアウト感ないそれ。あの格好を今17か8ぐらいになってる人がやるっていう、うん、アウトですよ、犯罪の匂いがする。あとは何か、なんかボブの好きなものとかも、ボブパチンコが、まあ、トランスフォーマーなってたから、トランスフォーマーなってる、トランスフォーマーのパチンコクソつまんなかったんだよ、うん、クソつまんなかっただとおなじみのウルトラマンゼロの台と同じだったんだけど、メーカーがね、ぶちのめしてやろうかってぐらいつまんなかった。ウルトラマンですら別の、あ、いや遊びやすくなった台が出てたんだけど、出さなかったもん。トランスフォーマーもそもそもアベンジャーズですら出してたのに、最近アベンジャーズもパチンコもパチスロもあるんですよ。あ、いいね。どうすんのあれ、映像とかどうすんの？え、新しく作るの？割と使える。ああ、なんかトランスフォーマーも、まあ CG も結構新しく作ってやってたけど、映画の映像も割と使ってたから。なるほど。昔はなんかね、スターウォーズとかも映像使えなかったから、ああ、なんか 2D のなんか二等身キャラクターみたいな、しょうもないね、うん、ルークとかヨーダとかが出るみたいなやつだったんだけど。なるほど。新しいのはなかなか割ちょっと使ってたね、映像高いから。ああ、進撃の巨人 CR。 進撃の巨人はなんか、あ、でもほら似たような作品のテラフォーマーズが、ああ、うん、同じつまんねえメーカーから出たから。ああ、テラフォーマーズ、テラフォーマーズもねクソつまんなかったし、ああ、大枠がゴキブリだらけっていうクソつ、ああ、最悪不愉快なあのゴキブリ、あのジョージってやつ、ああ、いっぱいいたんだよ。あ、つまんないな。だからね、そうならないように、もしね、何かしらの台を誰かがね、うん、作ろうという時には我々に一声かけてくれれば、うん、新しい案を、そうだね、あれしますよと。そうだ、我々はもうだいぶ眠いと。CR 来てると大百科ぐらいしかないよ。そうなんですよ。来てくん出せばいいんですよ。H お前ここの数字お前どうしたの。ペー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 、来て列地獄っつって、今一番最初に来て列地獄作っちゃったからもうリーチは失敗なんだけど、如意光で数字を拡大する。そうそう、拡大してみても結局外れの数字だからもう意味がない。
でそれをあのな工事機で、そうだ工事機で防塵、でも工事機壊れやすいからね。であのピラミッドの中でオルゴール鳴らしたからなんか悪魔の音楽だって言ってミオちゃん処刑される位置とかあるわけでしょ、うん、いっぱいある。あれベンゾーさんとかも声ちげえんだ今。そうだ、ホラーマンって今どうしてんだろう、どうしてんだろうね。そういえば聞いてたまにアンパンマン見るとまだ昔の声だったりするんで、うん、最後ねあのヤマトの酒飲む人とか、ああ徳川さんとか、ああ長井一郎にしか聞こえない時があったんだけど、ああ新しく最近出たパチンコだとちょっと違う人だったから、ああじゃあ変えたんだろう、うん、なんか多分ちょっと前までは言ってた音を使ったのかな。ああパチンコのブライトとかセイラとか全然気がつかないレベルなの見てて。シガルガンダムたくさんあるんですよ。まあそうだよね、ゼータガンダムのスロットも出たからこれ。ああシガルガンダムは初代ガンダムの面白いやつとマンチャルとあるか、あるか、あったな。ガンダムは出ました、ガンダム出ました、まあやったの、うん、やっぱキテレツだ。うん、キテレツだな。ネギ坊主いらっしゃい。ネギ坊主お前7仕入れたぞ、いらっしゃい。うん、7、それ7じゃなくて8でしょ。なんで負けこないんだよ。八百屋の親父に向かってちょっと8でしょっつってんのがもうある。ポークちゃん数字を見るざます、7が揃ってざますよ。おう、ネギ坊主ここは右打ちだらしい。でも大当たり始める、噂のキスはあげる権利の問題でそれしか使えないみたいな。いいね、ルナ様にいつまでも冷めない冷めない合ってるもん。いいよ、夢の中へ稲妻が走る空、そうそうそう、もうミオちゃん、キテレツくん、数字の棒持ってきたよ。これをこのキテレツドリンクにつけて、天狗の抜け穴とかを使う。そう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 。天狗の抜け穴でなんか北海道あたりに移動させれば数字が変わるんだ。謎の理屈で。天狗の抜け穴って割と怖いアイテムだったんだよあれ。なんか、うん、通り抜けフープとかと違ってさ、なんかあのテープ剥がされたらおしまいなんだよ、使えなくなるから。なんかあれ怖えんだよ、なんかあれ泥棒とかに悪用されるぐらいのがあるし、わりかし怖い展開になることが多かったと思う。キテレツ面白いな、信ある。今言った中のそのパチンコ台有力候補としては、うん、おじゃる丸キテレツ、まあ、ズーブルズも NSK じゃないけど、おじゃるくん、そろそろ大当たりだよおじゃるくん。うわ、このコーヒーショップを畳んでパチンコ屋をやろうと思っているんだがあの犬とか出してね、あのなんか狛犬のやつら、ああマミさん次どこが揃えばいいんだけどよ、揃えてくんねえかなみたいな。ピンチャー神さんよ、いいですね、揃えられるといいんですけど、私貧乏なんでいいかもしれないですね。そんなこと言わないさ、頼むよお前、大当たりだ、立つわ。いた、いた、そういうやついた。走って数字持ってくれ。あれ声小安だったっけ、どうだった似たような声だった、うん、あ君ちゃん数字を占ってくれ、いたいたね、そんなのいたね。やり放題だよおじゃる丸のパチンコ。おじゃるめちゃめちゃパチンコ向きだよね。何でもいいもんおじゃる丸のパチンコ。すげえおじゃる丸、すべてのキャラでいけるもんね。ということでね、このラジオの結果としては、ね、おじゃる丸を早くパチンコ化した方がいいと。そうですね、ほらもうほら1時間過ぎてる。
やっぱね、適当に喋ってると1時間超えますよ。ほら、だからボブラジも1時間以上になるんだよ。やっぱりラジオの批判はもうこりごりなり。てれれれって。でもまああれなりね。てれれれってクソかよ。はい、さよなら。